はい、こんにちは。MFD 大阪店です。本日はですね、当店取り扱いのある、ハスクバーナモーターサイクル、こちらの方のご紹介と、また店舗の、用意をご紹介したいなと思います。はい、まず入ってですね、すぐ、ハスクバーナのコーナー設置しております。ハスクバーナ各社、スーパーモーター、オフロードモデル、連動モデル、人気のネイキッドモデルですね。ありまして、その他 GPX、鈴木、ホンダ、正規代理店となっております。2階にはこうちょっとプレミアムな、かなりカスタムされた車両やレア車もいっぱい揃ってます。ぜひね、一度ご覧いただけたらと思います。はい、で、今日はですね、ハスクバーナの方をちょっとメインにご紹介していきたいなと思います。ちょうど22年モデル、新型出ました。はい、こちらスバルトピレン250なんですが、藤原克明部長でございます。はい、はい、こんにちは、藤原です。先ほどこれを試乗してきました。素直な印象はね、乗りやすい、こうネイキッドでアップハンドル気味なんだけど、車高がちょっと高いので、街中でも軽快なハンドリング、キャスターアングルがちょっと立ったような、一時旋回が高いような、だからね、ターニングするとか、その車線変更するときも、本当に軽い、パン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 って曲がっていくような印象でしたね。そうなんですよね。正直、シート高はね、ちょっと高めなので、皆さん、こう、ご来店していただいて、実際見に来ましたけど、やっぱりネットとかで情報集めてますよ。シート高いんですよねっていうの、またがってやっぱり高いですねっていう話、これもうほとんど取っかかりみたいになってます。そうですか、はい、高いですか。あ、もうべったりです。足長ですね。足長ですね。はい、出ました、このシリーズ。このシリーズ俺、足が長いアピールを、いや、でもシートはね、確かに高い、高いけど、その足つき性もすごい良かったよ。これの売り、スペックではシート高、数字では結構高めなんですけど、単気筒モデルなんで、幅が、車両全体の幅がかなりスリムです。なんで、足が出しやすいんですね。本当にすごいスリム、ハスクバーナーってモトクロスとか、モタールってすごい有名じゃないですか、なのでこういうところのデザインってね、ちょっとこうモトクロスのイメージが、そうですね、強いなと。でちょっとね、シートは高いんですけど、若干常にこのポジションに絶対に来るようになってる、こうちょっと後ろに下げたとしても、こう必然的にこう前に来るから、いいポジションに戻ってくるんですよ。これはね、街中乗ってて非常に乗りやすかったです。あとね、車重が、このバイクの売りなんですけど、150キロほど、めちゃくちゃ軽いじゃないですか。軽いんです。そうか、その110何キロっていう車重でハンドリングも確かに軽いですよね。軽いんですね。で結構エントリーユーザーの方も多いんですけど、またがった印象からして、その数字で結構構えてこられるんですけどね、シート高の数字で、またがって今部長おっしゃったようにこうスリムで足が出しやすいのと、あとサスペンションも、スクランブラーモデルなんで、結構柔らかめで沈み込みが大きい。で160センチ台の方でも、しっかり踏ん張れるところまで足つくので、結構このままでまたがってみたら全然構えてたのと違って印象いいねっていう形で、すごくいけそうですよね。だってパッて乗った時にすごいまず軽いなって、すごいエンジンしても スムーズだし、優しいなというイメージでしたね。だからね、初心者の方、女性の方、これハンドリング軽いし、例えばね、もうこれ今上げちゃったけど、もうすげえ軽いよ本当に。このさ、ちょっと動かした時のさ、このフロントフォークの沈み込み、一発目の指一本しかかけないけど、その瞬間の初期タッチが抜群に、そうですね、すごいね、抜群にいいんですよ。僕も250乗るとすごい優しい印象を受けます。だってこの250で、例えば信号待ちで、ね、よく信号待ち絶対あるじゃないですか、そのツーリング行ったりとか街中で、さっき乗った時指一本でね、本当にこれもね、本当に止まる、やっぱこう軽さもあるし、このブレーキの効力、あとこのサスペンションのフィーリング、良かったなと思って。ブレークラッチもすげえ軽いしね、トータル軽いんですよね。全てが軽いから乗ってて楽、本当に。
そのブレーキのタッチと、まあ、サスペンションであるとか車上とか、それぞれのバランスがすごく取れてると思うんですよね。なので街中すごいもうシティコメーターとしてもおすすめですし、でまあ、スクランブラースタイル、このスタイル、まあ、昨今人気ですけど、やっぱりこの、まあ、オーセンティックなというか、まあ、丸めのライトを求めて来られる方というのも多いの で、その中でね、このハスコバーナー、このシリーズ唯一無二の形なんで、もう本当にこれを目当てでご来店いただくことが多いです。なんかちょっと独特なデザインもね、こう国産にないような、そうですね、デザインいいですよね。ミニマム感、凝縮感がある。だってこの幅がすごい狭いもんな、ね、本当にこれ軽いよね、やっぱり、まあ、250で電気にして2年ほど経ちますけど、つけてみますか、はい、ライト、お、エンジンもちょっとかけてみます。レスポンスもいいんですよ、はい、でしょ、加速するときもすごい良かった、はい、本当にあの中間トルクがすごい、ググっていうパワー感と、はい、乗ってて楽しかった、本当にこれは本当に、もう乗りやすいしか言ってないですけど、はい、もうね軽いしハンドリングもいい、でこうデザインもねちょっとこう独特なデザインでね、いいなと思いましたよ。エンジンとかも味付け変な演出がないんで、本当に車体のね先ほどお話していただいた特性と相まって本当に乗りやすい、なんか全てスムーズですよね、はい、何か全部スムーズで、もう本当何回もその渋滞にはまったりとかやっても他のバイクで紹介してるんですけど、クラッチの軽さってね本当に、あとクラッチの軽さ、そしてこのクラッチミート、でこれちょっと神経使うじゃないですか、でもすごいスムーズで、トルクが太いんで、乗ってて、低回転で進んでいくんでね、本当にクラッチミートだけで進んでいく印象でした、はい、ありがとうございます。でこのスバルトプレイ250、22年モデルになって、この色がですね、今までなかったこう漆黒というかマットブラックになりました。で全モデルはねマットグレー でこれと比べたらちょっとそうですかね、僕の個人的な印象ですけど、グレー21年モデルまでの方はちょっと上品な印象で、この22年モデルがマットブラックになってすごく精悍さが増したなと、引き締まった感じになります。でロゴの字体も変わりまして、サイドカバー250の排気量とともにね、あのハスクバーナの、お国でありますスウェーデンの国旗が入るようになって、ここも一つアクセントになってます。店長、スバルトプレーン250、はい、お値段はいくらでしょうか。はい、メーカー希望小売価格、車両本体66万7000円です。イエーイ。国産の250クラスとも価格差そんなにないので、すごく外車って構えてる人にもすごく入りやすい車だと思います、で乗り出し価格の方はですね、まあ、その他初期を入れて、まあ、250なので自賠責保険、この長さにもよりますけど、まあ、75万円ぐらいからになりますね。あとその他オプションもね、多数揃えてますので、ご用意いただければと思います。純正アクセサリーも、在庫分以外も豊富にありますので、ぜひご相談いただけたらなと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。各店舗、清水、千葉、大阪、ハスクバナー取り扱っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、お待ちしております。お待ちしております。ちょっと噛んだ